東坊花、を見た後は元の三サロンに戻りまして西坊花に向かいます。旧東海道の道を西坊花、ちょうど、藤川宿の一番西側に向かっているということになります。これより東藤川宿東海道を通じます。西坊花跡、宿場の出入り口を坊花と言われ、地元の、街道王冠図には宿囲み石垣と芭蕉の句碑、ここも三河紫麦の花月畑、ここも三河紫麦の花月畑。芭蕉の句碑と十王堂を見た後は、今日の最後のところに一律化を最後に見ます。この先に一律化跡があるということです。を見た後、藤川駅に向かいました。
に戻ってきました。藤川駅、この先にあります。